こんにちは、イネビタブル TV のお時間です。私、ナビゲーターの西村健です。この番組はですね、インターネットの次に来る不可避な流れということでですね、いろんなテクノロジーを取り上げてそのトレンドを読み解こうという趣旨の企画でございます。毎回ですね、いろいろなゲストの方に、エキスパートの方に来ていただいてお話をいただいております。本日はですね、TPU が開く AI 活用の近未来というテーマでですね、ゲストスピーカーをご紹介早速いたしましょう。Google のデベロッパーアドボケートの佐藤和則さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。簡単に自己紹介をお願いできますか。はい、私 Google に入ってもう7年以上経ちますけども、今は Google クラウドチームにおいてデベロッパーアドボケート、これはですね、エヴァンジェリストみたいなお仕事をしてまして、普段はいろいろな勉強会ですとかイベント等にお伺いして、 Google の特に機械学習ですとかビッグデータ処理の技術についてお話し差し上げています。はい、ありがとうございます。で、今日なんですけれども、 TPU のお話、はい、基本的には AI の話ってことですね。はい、そうですね。 AI がいかにこう、はい、ハードウェアでアクセラレートするかという話になるかと思います。はい、ちょっとスライドの方でですね、今日のお話ちょっと、お知らせします。まず、最初にですね、 Google AI のビジネス利用がどんどん広がっているということで、ここら辺事例も含めてお話しいただきます。はい、それから、TPU、そもそもなんだっけと、いう話ですね。なぜそれで今 TPU が必要なのかというと、あたりを解説いただいて、はい、で実際今まで確か AI っていうとみんな GPU を使ってきたんじゃないのと、はい、まあ、我々メディアの人間なんかはそういうふうに感じてるんですけれども、なんでどう違うのと、GPU とどう違うのという話の、まあ、3本立てで、ね、お送りできればと思っております。はい、では早速ですね、Google AI のビジネス利用ということでですね、はい、スライドの方を進めさせていただきます。これ今更のようではありますが、まあ、ディープラーニングのおさらいですね。ちょっと簡単に解説いただいてもいいですか。はい、まあ、ニューラルネットワーク自体ですね、一つのニューラルネットワークってすごい簡単な仕組みで、データがたくさんあったときにどのデータをどんな重さでですね、重みで見れば、この問題解けるかなっていうのがすごい簡単なニューラルネットワークなんですが、それをですね、こう何段も重ねていく、いわゆるディープニューラルネットワークというのは、まあ、普通3段以上数十段、例えば Google が今実運用で画像認識に使っているディープニューラルネットワークって、例えば40段だとか80段だとか、非常に深い、でこれがいわゆるディープニューラルネットワーク、ディープラーニングと呼ばれてまして、これだけ重ねていくと、この非常に高い精度で例えば画像の認識なんかができると、あと犬と猫が写ってるね、こういった写真を見せると、この画像に近い低いレイヤーのですね、ニューラルネットワークは物体のエッジ、これエッジってのは端っこですね、端っこですね、線ですね、ですとかパターンを認識できるようなニューロンが出来上がったり、真ん中ぐらいのニューラルネットワークニューロンは、動物の目、鼻を認識できるようになったり、でどん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 賢く、この層を重ねていくとどんどん賢くなりまして、で後段の方、後ろの方になってくると、これはもう犬の鼻頭だよねとか、これ猫の足でしょ、最後にはこれはラブラトルレトリバーだねとか、これタイガーキャットっていう猫ですよって教えてくれるニューロンが自然にこの学習によって出来上がるというのが、まあ、今のディープラーニングの目的。人間の脳もね、やっぱりそうやってずっと調査で何十年もね、こういうどうもニューロンがあるらしい、発火するらしいとか、っていうのありましたけど、まあ、同じことがコンピューターでも起こり始めてるということですね。まあ、正確に言うとですね、これよく質問いただくんですけども、人間の脳の仕組みをですね、今コンピューターで再現することは技術的に不可能なんですね。まあ、猫の小脳を再現できたかなぐらいの発表はありましたけれども、なんでその人間の脳の動きにヒントを得て、インスパイアされたんですね。インスパイアされてちょっとそれっぽい動きをコンピューターでも真似してみた、うまくいった、でそれで非常に画像認識ですとか音声認識ではうまくいってるというのが今のディープラーニングです。はい、わかりました。で、まあ、これ早速そのちょっと何ですかね、こうディープラーニングキャッチーな事例ではあるんですけども、はい、ラーメン二郎、これはですね、あるデータサイエンティストの方がですね、趣味でラーメン二郎の画像を4万8000枚集められまして、でそのラーメン二郎のラーメン二郎ってあれですよね、はい、東京の首都は多分ご存知ですけど、あーそうですね、ラーメンチェーンで何ですかね、こう分派していくような、はい、でそれぞれのラーメン二郎をお前が作れとこう弟子に言って、どんどんこういろんなラーメン二郎がこう一つの文化になってると、はい、二郎はラーメンじゃないっていう言葉もあるぐらいで、そうですね、新しい食べ物そうそう、新しいというコアなファンを、で今41店舗かな、東京近辺にあるんですが、彼がやろうとしたのはこのラーメン二郎の丼の写真を見せると、こう AI がディープラーニングがですね、どこの店舗で作られたラーメンかって41店舗のうち1店舗をですね当てるというトライアルをされて、
で実にこの 94.5% の精度で識別できる、うん、これ今映っている3つの丼、はい、これ全然それぞれ違う店舗なんですよボールの形だとかテーブルの色全く同じなんですけど、ね、この盛り付けの違いだけで AI は、うん、あどこの店舗かで見分けることができる。これはあれですよね、二郎ファンでもかなりきついみたいな話になってくる。これ人間がやるとすると体壊しますよねあの右側のがあれですね、はい、あのマトリックスのこれは近藤行列ってやつで合ってるところですね、斜めの線が正解はどれぐらいだったか、うん、まあこの斜めの線が きれいに出てるというのはこれ非常に高い精度で、識別できてるよという話です。 94%、はい、素晴らしい事例としては面白いですね。 でこれをやったのが、はい、この、はい、今回クラウドのオート ML という新製品がですね発表されまして、これを実際そのデータサイエンティストの方がお試しいただいて、うん、さっきの成果が出たと。でこれの画期的なところはですね、オート ML 何かって言いますと、実際これまでですね、このデータサイエンティストの方が同じような精度を出すために、うん、彼らも何ヶ月もかけてもうデータサイエンティストとしての経験ですとか知識をフル投入して、うん、チューニングもたくさんやって、うん、それでやっと90%何%かなって数字で出したんですね、うん、ですが今回出したオート ML お試しいただいたときは、彼はまずはその4万8000枚の画像を Google のクラウドにアップロードしていただいて、で学習ボタンをポチッと押すだけなんですね。であとは1日間、24時間待ちますと。で24時間待ちますと結果精度がですねこの、出てきます。でそこの背後、24時間の間にはそのデータサイエンティストの人がこれまでやってたような、例えば画像を全部加工しますと、加工前処理もこれも非常に手間かかるんですけど、であるとか学習、さらには学習もですね、いろいろこのチューニングしなきゃいけないですね。いろんなパターンでお試し学習いっぱいやる。でその中で一番いい精度のものを持ってくるですとか、うん、といった作業を全部24時間の中にギュッと凝縮して使う人は本当にボタン一発でできるというのがオート ML ですね、うん、なるほど、はい、分かりました、うん、オート ML ですね、はい、でこれはまず一つのバージョンということですね、はい、で、はい、今すごいね開発の会社はね、うん、すごい気になってるか、もうすでにお使いになってると思いますけど、テンサーフロー、はいはい、テンサーフローはですねこのオート ML とはちょっとターゲットが違いますと。オート ML は割とこの機械学習だとかデータサイエンスの知識がない方向けにボタン一発で、その仕事をですね楽にしようというコンセプトなんですが、テンサーフローはこれ逆に専門家の方向けですね、ディープラーニングですとか機械学習の経験知識をお持ちの方向けに、もう好きなようにゼロからですね、個々の用途に応じた機械学習 AI のシステムを作り上げるためのソフトウェアになってます、うん、はい、オープンソースですよね、はいはい、で、それが何をできるかというと、まあ、ざっくり言うと、はい、基本はこれニューラルネットワークとかディープラーニングのフレームワークとして成長してきましたが、はい、今テンサーフローは機械学習一般、例えば機械学習は昔から使われてきた、例えば線形モデルであるとか、はい、リニアリグレッションですとか、うん、サポートベクターマシン、ランダムフォレスト、うん、等々のあらゆる機械学習の機能をどんどん追加して取り込んでいこうとしています。今は左上のニューラルネットワークで始まったってことですよね、はい、そうです、はい、で徐々に他の機械学習の機能も追加されています。でテンサーフローのこの、はい、エグゼキュートエンジンという、まあ、ソフトウェアですね、これレイヤー的には、はい、でソフトウェアがベースにあれば、はい、その下実行するハードウェアは今いろいろ出てきているというようなフレーズですよね。そうです、 CPU、 GPU、 お客様としては開発者としてはテンサーフローのコードを書けば、うん、その下 CPU を使うのか、うん、GPU を使って、まあ、10倍50倍早く学習させるのか、うん、またさらには例えばモバイルデバイスですとか、うんうん、ラズパイみたいな組み込み系で動かすときにはそれ用のコードが必要になってきますが、そういったハードウェアのレイヤーの違いを意識せずに、うん、テンサーフローのコードを1つ書けばあらゆるハードウェアに対応できるような実行環境を提供しております。今ここあれじゃないですか、ブラウザも入ってきましたよね、はい、そうですね、うん、最近は tensorflow.js というブラウザ側で、うん、JavaScript で、インターネットに繋がってない環境でもブラウザだけで使えるような、実際にはあれですね、ブラウザを通して GPU にアクセスしてるんですね、はい、そうです、要するにお手元のラップトップのブラウザの、お手元のラップトップにある GPU、 それに直接ブラウザからアクセスして学習したりしてます、ね、うんうん、なるほど、はい、適用範囲が広がってます。でアダプションですね、これは利用者というんですかね、はい、そうですね、2015年に発表されて以来も今世界で一番広く使われているディープラーニングのフレームワークとして幅広くですね、まあ、デファクトになりつつあるということですね。今 GitHub のスターの数が10万個をこの間超えたのかな、超えるかな、10万、はい、10万個にほぼ到達しております。はい、はい、で、これがいきなりキュウリの写真ですが、はい、これはですね、そのテンサーフロー実際にどんなお客様に使われているかという事例で、私がよく紹介するのがキュウリ農家さんの事例、この静岡県のきゅうり農家さんのご一家なんですが、この息子さんの誠さんが3年ぐらい前に会社を辞めまして、お父さんお母さんのきゅうり栽培をですね手伝い始めましたと。で彼がきゅうり栽培を手伝い始めて分かったことは、このきゅうりの仕分けですね、栽培した仕分けが一番めんどくさいと、
でピークの時にはお母さんがですね1日8時間ずっと仕分けしてて、うん、お父さんは絶対手伝わないというルールが小池家にはあるらしくてひたすらお母さん仕分けしてる。でそれは AI では解決できないですねあ違うできるのか。そうなんですよ。で彼が考えたのは彼はもともとエンジニアだったので、うん、いや俺の世代ではそういった手作業による仕分けなんかやりたくないと、うん、なるほど、いうことで彼はエンジニアだったのでテンサーフロー、うん、これ無償ソフトウェアなんでね、うん、ダウンロードしてきまして、うん、で9000枚のキュウリの画像を撮って、うん、1枚1枚にそのお母さんがつけた仕分けの結果ですね、これは A クラス、B クラス、C クラス。仕分けって例えばサイズとか形とか、はい、色とかそういうのなんですかね。そうですね。大体もうその職人さんのね、お母さんの直感で、こんなに曲がってたらダメだねとか、ね、ピンとまっすぐ。グレードですね、グレードね。グレードね、うん、ピンとまっすぐ立派なキュウリだったらっていうのをね、割とこれまでは人間の職人さんの直感によって仕分けてたのを、はいはい、そのラベルをその9000枚の画像1枚1枚につなげつけてあげて、うんうん、それでテンサーフローに学習をさせたと。うんうんうん、いうことで最終的に出来上がったのがそのキュウリ仕分けマシンですね、うん、彼が一人で作り上げました、うん、これはあのラズベリーパイの上にテンサーフローが動いてまして、はい、でラズパイのカメラで撮ったキュウリの画像をベースに9段階で仕分けをするというものですね。これはあのもう結構1年以上前に彼が作成された最初のプロトタイプで、うん、今小池さんはですね次のもう実用段階のですね、うん、もっと早く仕分けができる、実際まあ仕分けの方は人間のパートさんがやって、うん、認識だけをそのテンサーフローがやるというシステムがもう実用段階にこぎつけております。ラズパイの方は推論というかそのなんか判別の方をやっていて、はい、学習は別のところでやったってことなんですかね。これを作った時学習はですねすごい時間かけて彼のラップトップで、うん、ノートパソコンですごい時間かけてやったということです、ね、なるほど、はい、はい、分かりました。で別の事例としてはこれ は,、はい、これはドコモさんですね、はい、NTT ドコモさんの AI タクシー、これもテンサーフローのもう実運用事例の一つです。で今年の2月からですね東京名古屋の2000台のタクシーで実際に使われているサービスで、うん、何かと言いますと実際その30分後にですね例えば東京だったら東京のどこの場所にタクシーのお客さんがいそうかという予測をしてくれるというサービスです。でこれはあのタクシードライバーさん の, このコンソールの横にですねこういうこのマップのコンソールがつきまして、うん、でそこに赤いマーカーがついて、うん、ここにお客さん来そうだよというのをお知らせしています。でここで使われているのがそのドコモさん の, その携帯ネットワーク、うん、これによって大体その人口の推計ができるんですね、うん、で人口の推定とプラス実際過去ですね今日は大体タクシーさんどれぐらいの売り上げがそれぞれの地域にあったのか、あとは重要なのは天気の気象のデータですね、うん、これらのデータをディープラーニング、テンサーフロー上で動いているディープラーニングのモデルと、うん、あとは統計モデル両方に入れて組み合わせて予測をしているという事例です。実際これで、うん、導入されている東京無線さん等は売上がかなり上がった、うん、かつ例えば素人のドライバーさんでもベテランドライバーさんと同じように美味しいところを見つけられると、うん、ここに行けば、まあ、素人ってあれですね、はい、新卒とか の, あ素人新米ですね、新米ドライバーさんです、うん、新人ドライバーさんでも、うん、新人ドライバー、そのノウハウないドライバーさんでも簡単にお客さんを見つけられるようになったという、うん、どこに行けば客がいるか新米でもすぐに分かるようになったと、はい、ですね、はい、うん、もう一つ持ってきたのがこれが、はい、キューピーさんですね。キューピーさん、はい、キューピーさんではですねもうかなり早くからこのテンサーフローの画像認識を使ったこのザク切りポテトの不良品検出、これはベビーフードの製造に使われるザク切りポテトなんですが、これをベルトコンベヤー上にこの1日何百万個で流れてくると。でこれまでキューピーさんでは何千万円もする高価な画像認識のシステムを試してみたんだけれども、はい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 、なかなかうまく動かなかったっていうのはやっぱ不良品検出難しいところって、不良品って一個一個全然違うんですね、形がね、クローンズンでたり形がおかしかったりするのを取り除きたいんですが、センサー判別、うん、ですが基本キューピーさんは非常に高品質な材料しか使われてないので、もともと不良品の数が非常に少ない、うん、中で不良品のサンプルを集めるとすごく難しいんですよ、うん、で機械学習ですとか画像認識って基本サンプルのデータがないとね、難しいので、今回このテンサーフローを使って教師なし学習、つまり不良品のサンプルを一切使わずに不良品検出するという技をですね、 Google パートナーのブレインパートさんという方々が作っていただきまして、それで見事キューピーさんが非常に満足いただけるような精度が出ました。あれですね、まあ、99% 以上はあるこう、はい、正常な状態、うん、でちょっとこの離れたところにこうクラスター化して不良品というのがこうきれいに分けられたということですよね。外れ値検知、外れ値検知、はい、なるほど、これが見事に成功して、これはもう今実用化段階に入っている事例です、うん、なるほど、素晴らしい。で、そういうテンサーフローの事例がいっぱいあり、はい、ただ今それを実行するハードウェアインフラとして TPU が出てきましたと、はい、いうところなんですけれども、はい、これ Google が
始めたのはどういう背景なんですか。はい、今これ画像でも出てますけども、やっぱり機械学習とかディープラーニング、面白いアイデアがいっぱい出てる。テンサーフローが無償公開されたことによって、キュウリ農家さんからドコモさんからヒッピーさんまでお使いいただいてますと。ただ一番の課題はやっぱりこの一番右側にドッツオブコンピューテーション、つまり計算パワーですね、うん、ディープラーニングの欠点っていうのはたくさんの計算機が必要なんです、うん、でお試しいただくと分かるんですが、ちょっとした問題だったらMac だとか Windows ラップトップでできるんですが、ちょっと例えば猫の画像、キュウリの画像を認識したいなとなったら、ラップトップじゃ全然遅いなと、うん、でじゃあ何が使えばいいのかというと GPU ですね、うん、普通の CPU に比べて GPU、 グラフィカルプロセッシングユニットっていうのは行列演算ですね、もともとはゲーム用にグラフィックス演算のためにね、行列と行列の掛け算ですね、うん、高速にするためのプロセッサーとして開発された GPU なんですが、まああれですね、はい、行列って言うと理系じゃない方があれかもしれないですけど、文系の方で言うと数字がいっぱい並んだもの、数字がいっぱい並んだ、たくさんの数字、ね、数字とですね、たくさんの数字とたくさんの数字をガッチャンコ全部縦に並んでるか横に並んでるか正方形に並んでるかみたいな、そうそうそう一個の数字を計算するんだったら普通の CPU でいいんですけども、ね、うん、たくさんの数字をいっぺんにガッチャンコ計算するには GPU が早い、実際AI で使うと10倍から50倍の速さでディープラーニング学習が終わりますと、うん、いうことで今 GPU がバンバンお使いいただいてます、うん、ただ GPU って1個300ワットとか電力食うんですね、うん、なので普通今データセンター、特に東京のデータセンターは電力が足りないので、うん、GPU をバンバンこう安く置かせてくれるデータセンターがなくなりつつあるんですね。なるほどね。で Google でも電気容量が決まってますもんね、フロアごとに。そうなんです、うん、はい、うん、なので Google でもそれが問題となりまして、うん、やっぱり AI の拡大とともに GPU バンバンこう増えてきたんですけれども、うん、Google のデータセンターでも GPU を置く場所とか電力代、電力ですね、うん、これが非常にボトルネックになりつつあったと。なるほど、はい、GPU 一個一個ファンがついてたりしますもんね。そうなんですね、うん、でこれが出てきた TPU ということですね、はい、TPU ですね、はい、これはGoogle が開発した LSI、うん、普通 CPU とか GPU ってありますが、はい、そのいずれでもなくて、かつどっかに外注して作ってもらっている LSI じゃない、 Google が独自に作っている LSI、うん、テンサープロセッシングユニットの略で TPU です、うん、で先ほど言いましたように GPU では電力がかかってしょうがない、プラス2013年ですね、はい、Google ではですねこの TPU を作ろうという判断が始まって実際プロジェクトを開始したんですが、うん、2013年の段階でこのままいくとその当時の Google データセンターの倍の規模の計算パワーがディープラーニングだけで必要になるよねっていう試算が行われて、これとてもじゃないけど全部 GPU じゃ賄えないということが明らかになったので、うん、電力消費を非常に抑えた、電力性能比の非常に高い専用の LSI を開発しようと、うん、いう判断がなされたのが2013年、でそこから15ヶ月で一番最初のシリコンが出来上がって2015年からはもう実運用 GPU バージョン1が導入されております。海外的に発表したのは2015年でしたっけ、はい、発表実際したのは2017年ぐらいですかね、あ2年ぐらい後になってから、ね、はい、16年か17年ぐらいになってから、いや実は使ってましたっていうね。じゃあ僕らが聞いた時にはもうすでに実運用というか、はい、いろんなプロダクトで使われていた、もう運用後1年ぐらい経ってましたね、うん、なるほど、はい、で今は、バージョン2が出て、はい、バージョン2が昨年発表されて、はい、でこの後話すバージョン3がつい最近ですね、うん、Google I/O で発表されました、はい、スライド切った方がいいかな、あこれはあれですね、バージョン1です、バージョン1で、はい、どういったところに使われているインターナルのあれですね、利用ケース、はい、今のところ Google クラウドサービスとしてバージョン1は提供これまでされてなかったんですね、はい、もともと2015年の段階で使われていたのが、Google 検索、 Google サーチですね、うん、あと Google 翻訳、あとは Google フォト、これらのサービスにおけるディープラーニングの利用、例えば Google 検索では2015年以降ですね、この検索結果のランキング、はい、あれを決める、まあ、あれたくさんの何百っていう要素を加味して決めるんですが、その重要な一つにそのディープラーニングのアルゴリズムの結果ですね、判断結果っていうのを採用してるんですね、これ2015年から、でそのためのディープラーニングの推論ですね、うん、であるとか Google 翻訳、Google フォト等では実際にもう TPU を使った推論が行われてますので、うん、まあ、実際このあたりのサービスを使いの方々は皆様、そうです、ね、CPU じゃなくて TPU でも GPU でもなくても TPU をお使いいただいてます、まあ、間接的にというか、はい、まあ、利用者というとちょっとニュアンスが違いますけど、コンシューマーの皆様、ね、コンシューマーで、まあ、間接的に Google フォトもね、最近実はすごい、はい、文字というかテキスト検索で、はい、例えば神社とかやるともうバッチリ神社出てきたりしますよね、はい、なんかあれももう完全にもうラベル付けみたいなことを背後でやってるってことなんですね。もう Google フォトは完全にディープラーニング、うん、ものすごい使ってるサービスですね、はい、はい、ありがとうございます。で新しく出た TPU の今度 3.0、 この間まだ2018年の5月か、はい、外向きに対外的に発表されましたけど、はい、これも発表されたばっかりで Google I/O で
発表されました新しい GPU 3.0 です、ね、タイプがちょっと、ね、あのギーク的にはグッときますよね、はい、これあの Google のデータセンターで史上初めて水冷式を導入されたものです、うん、でこれこの後の写真見ていただくと分かるんですけどもこのラックのですね実装密度がほとんど倍になってましてもともとこの空冷でやっていたんではこの空冷のヒートシンクが、ね、かさばっちゃって実装密度が稼げなかったんですが水冷によってこの倍の密度で実装することができるちょっとじゃあその写真を、はい、これですねこれですね、はい、あのこれは TPU 3.0 のポットと言われるものでつまりクラスターですね、うん、たくさん並べてますポットがこれ、はい、縦に4個あるって考えればいいですか4つに並んでますね4ラック、はい、で実際これ写真切れてまして本当はこれ8ラックありますね、でこのポット1セットのクラスター全体で100ペタフロップスっていう性能です。これちょっと性能的にピンとこないと思うんですが、これですね、あの演算の回数で比べるとスパコンの K ってありますよね理化学研究所さんなんかで、はい、あれが10ペタフロップスなんでその10倍の演算回数ただこれあの演算してる内容が全然違うので、ねはい、簡単には比べられないんですがあの回数だけで比べるとあの普通の最先端のスパコンの10倍の性能を持つ計算パワーを Google は、まあねはい、あの用途特化型として それしかできないけれども、はいうん、まあ早いみたいなそうですもう AI 専用スパコンみたいなのを Google は作っておりますこれがバージョン2、はい、TPU のバージョン2に比べても8倍速くなる8倍速くなりますだから1年間でおよそ8倍の性能の向上を実際に実現しております。なるほど。はい。で、まあ、こう今は話聞いてある意味ではだいぶこうお話していただいて自明かなというところもあるんですけども、はい、CPU と GPU、TPU の違い、あるいは誰がどういう時にどう使い分けるの、うん、みたいな話もちょっとしていただければと思うんですけれども、はい、まあ、一番最初 GPU とどう違うと AI でその AI というかまあ機械学習やってこられたエンジニアの方だと、うん、この辺ちょっと気になってると思うんですけど、はい、GPU との一番の違いって何ですか？どの辺が違うんですかね？そうですね。じゃあスライド次のスライドいかがいいかな？あ、はい。はい。これは大きく CPU、GPU、TPU の違いを図示した図なんですが普通の CPU ってやっぱプログラムコードあのバイナリーコード、はいね一個一個読みながら一つずつの計算をします、うん、ですから普通 CPU って実際1回でクロック1クロックあたり実行できる計算って1回とか2回とか数回とかそんなもんなんですね、うん、そんなに並列性高くない一つの命令できるのが1演算、ね、はいなんでじゃあ CPU が2コア、4コア、8コアってコアがどんどん増えていくんですよね、うんはいで一方 GPU はそういったその増やし方じゃ足りねえということで、うん、特にゲームの、ね、グラフィックス処理なんかでは、うん、もう何千というです、ね、計算をいっぺんにやりたかったので、うん、それで例えば2000個とか、うん、4000個っていう演算機を横にずらーっと並べてでいっぺんに2000個の計算をできるようなプロセッサーを作っちゃうというのがこれが元々の GPU の発想だったんですね、うん、でこれが GPU これはいわゆるベクタープロセッサーと呼ばれていますベクターっていうのはまあ数字がの並びですね、うんそして一辺の数字を一辺にこう計算できるのがベクタープロセッサーです。GPU であるとかスパコンもこれに分類されます。はい、で一方この TPU っていうのは最後にこのマトリックスって書いてあります。これはこの AI とかディープラーニングの処理に使われる行列と行列の掛け算、つまりマトリックスですね。行列、うん、まあ Excel のシートみたいなものですね。数字が入ってる。うん、この2つのシートを掛け算しちゃうと。ガチャンと。もう片方、うん、端っこから順番にこうザーッと掛け算すると。いう演算に特化した専用のプロセッサーを作ったというのがこれが TPU になります、うんはい、CPU と同じことをやろうとするとこう、はい、舐めていかなきゃいけないですねもうループですね、うん、ループ処理をして一個一個こう計算しなきゃいけないところをもう1命令でガッチャンコと、うん、と1回の演算あの命令1個の命令で何百万個というです、ね、数の演算ができるのが TPU です、はいはい、でこれはですねちょっと英語で分かりにくいスライドなんですが、はい基本この汎用プロセッサーと専用プロセッサーの違いです。なんでその TPU が GPU とか CPU と比べて、より良い電力性能比ですね得られるかっていうと Google はその AI 専用のプロセッサーを作るというふうに決めたからというのが最大の理由なんですね。実際使ってるですねこの LSI のテクノロジーはそんなに変わりません。ですが大きな違いはやはり CPU だとか GPU というのはもう何千という種類のいろいろなアプリケーションに対応しなきゃいけない汎用プロセッサーなんですね。ためにはやっぱプログラムコードを読んでいかなきゃいけない、うん、プログラムコードに書いてある計算を順番にやっていくっていうのが CPU であったり GPU そのためには結局演算し終わったたびにですねその結果をレジスタであるとか あとはキャッシュですねつまりメモリに毎回書き戻さなきゃいけないです、ねうん、これあの電卓と同じで電卓で計算している結果をですねそのまま毎回こうメモ帳に書いてるような動きが今の CPU とか GPU の動きなんです、うんでそうすると結局クロックがあの 2GHz、3GHz で増やしていってもこのメモ帳に書いてるのに手間が取られちゃって、うん、なかなかこの速くならないですねそこに一番電力代だとかクロックが使われてしまうんです、うん、一方専用プロセッサー
では、もうこれは行列の掛け算しかしませんよって決まってたら、もう最初からですねそれ専用の計算機を作っちゃうんですね。つまり演算機と演算機を直接結んじゃって、途中にそのレジスターだとかメモリというのは挟まないですね。でこれ次のスライドに行くとその動きが分かるかもしれません。これシストリックアレイという設計を GPU では採用してるんですが、はい、これアニメーションでこの行列の数字を上からザカザカザカと入れておくと、その途中の計算結果をどっかに書き戻したり一切せずに、もう演算機の中だけでもうどんどんパイプライン処理していきます、ね、なるほど、はい。あ、これはでも逆に言うとあれですね、先ほど、はい、あの1つのインストラクション1つの命令で行列の掛け算ができるって言った内部の動きの説明ですよね、はい、そうです。メモリアクセスが発生しないし、はいはい、キャッシュも L1、L2 も全くいかない、キャッシュのアクセスですとかレジスタのアクセスさえないんですね、うんうん、なるほど、なるほど。なので今の CPU と GPU 汎用プロセッサーの最大の課題であるそういうメモリへのアクセス、レジスタへのアクセスをゼロにできる、うん、性能的にばっくり言うとどれぐらいこう CPU、GPU、TPU って、はい、あの違いがあるんですか。あ、そうですね、次のスライド、次のスライド、はい、あ、これですね。これはあの CPU と TPU の間で電力性能比を比べたグラフになります。でこれ対数グラフになってるんですけれども、実際 CPU と比べても83倍の電力性能比、同じ電力を使って83倍の計算ができるというのが TPU の成果です、うん。これはですね TPU バージョン1のですね2015年時点での比較なので、今の最新 GPU ではないんですけれども、まあちょっと一世代古い GPU と比べても数倍ですよね、違い、まあ、大体も1桁弱ぐらいのですね違いの電力性能比が出ておりますと、うん、はい、なるほど。で、そもそも TPU って、まあ、Google の、 そのいろんなプロダクトで使われているっていうのはありつつ、はい、一般の、開発者だとか、うん、あるいは企業ユーザー、まあ、個人でもいいですけども、はい、が使えるのかっていうと、これ売る外販するわけではないですよ ね、 っていうね、残念ながら今のところそのチップをですね、うん、他のベンダーさんに売るというか計画はないんですね。でただご利用いただける方法としては、今クラウド TPU というサービスをベータ版として公開しています。これはもう一般のクラウドサービスとして、うん、あの仮想サーバーと同じようにですねこの TPU をですねお貸し出しするというサービスになります、うん、なので今はまずですねこちらにその製品ページにリクエスト TPU クォーターというあの申し込みページがありますので、こちらからお申し込みいただければ順次ですね、ご案内させていただきます。いやいや限定ベータっぽい、まだ限定ベータですね、ちょっと数が出せない感じです、はい、今年の後半になればかなりあの量が増えてきてご利用いただける方がようになるかと思います。あともう一つは今年の後半になりますと、その先ほどのポットですね、あのこのクラウド TPU というのはこの TPU 単体でしかご提供しないんですが、そのクラスターにしたスパコン環境、これも、今年後半にはお出しできるかなという見込みになっております、うん、逆にどういう人がそれぐらいのこう、はい、巨大な計算リソースが必要になってくるんですか、はい、ラーメン二郎だったらなんかパソコンでもいいのかなって気もちょっとするんですけど、はい、どれぐらいの規模とかどういうユーザーが適してるんですか、はい、実はラーメン二郎規模でもですね5万枚の画像を使ってで画像認識の学習をさせるとなると、普通のパソコンでやると多分1週間とかかかっちゃう可能性ありますね。そんなかかるんですね。 GPU 使えば、まあ、数時間から、まあ、1日2日はかかんないかもしれません、うん、であともう一つ難しいのはやはりその今ディープラーニングって1回やっただけじゃ失敗することが多いんですね。うまく学習がいかない、うん、なるほど。最適な結果を得るためには、はい、まあ、たくさんのですね違う構成で、例えばニューラルネットワークの段数が、5段がいいのか6段がいいのか4段がいいのかであるとか、はいはい、先ほどおっしゃったチューニングやる過程で実際走らせてみて、そうですそうです、結果出なかった、はい、このサイクルが1週間なのか3日なのかでも全く意味が違うと、そうです、そこが一番ハードルなので、うん、それであのクラウド環境のありなしが全然効いてくるんですね、うん、クラウド環境であるとかこの TPU のですね、うん、あのポットが出てきますと、そういった試行錯誤を大規模にですねこの10個20個だけじゃなくて100個ぐらいのプロセッサーを1時間だけ使って、うん、もう瞬時にしていろいろなパターンでお試しできると、うん、ですね。でそれによって一番いい結果のものを持っていくというのがやっぱりクラウド環境を使うことによって得られる AI のですね、あの開発のメリットです。なるほど、はい、まだプライシングとかは全然アナウンスしないでしたっけ。そう、とクラウド TPU に関してはプライシング出ています、うん、まあ、大体 GPU の価格と同じような値段で、時間あたりで、時間あたりですね、ということはまあ計算というか、はい、まあ、得られる結果に対しては、はい、まあ、一桁ぐらいはまあ効率よくなるかなっていう感じです。まあ、ちょっと実際ですね、その機械学習の用途によって全然結果変わってくるので、まあ、実際このベータ版を試していただいて、あの皆様の用途でどれぐらいの性能が出てくるのか、CPU、GPU と比べてどれぐらい良くなるのかっていうのをお試しいただければなと思います。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。
というわけでですね、ずっと話してきましたけれども、はい、まとめとしてはこんなところですかね、はい、そうですね、まず、まあ、Google AI、うん、AutoML、それこそなんですかね、カジュアルなユーザーか、ビジネスユーザーがアップロードして使えるようなものもあれば、はい、テンサーフローのようにエンジニアがバリバリチューニングするものもあり、それを、クラウドで実行する環境もあります、はい、でプロダクトとしては我々はもう実はだいぶお世話になっているということですよね、はいはい、で計算パワーの解決をかけるとCPU、これもありますよね。先ほどデータセンターがもう間に合わないって話でしたけど、まあ、そういう意味では Google 自身開発しなきゃもう自分たちがもうダメだったってみたいな。そうですね、ディープラーニングがもう Google 社内ではもう爆発的に普及してしまったので、うん、普通のプロセッサーだけでは立ち行きならいかないというのが問題です、うん、はい、なるほど。で最後に TPU のパワーがクラウドで利用可能、これちょっともう少し今サインアップの話ありましたけれども、はい、なんかこうタイムスケジュールみたいなものってなんか感覚的なものってあるんですか。ちょっと今のところでお話できるのはまあ今年後半には、うん、まずはクラウド TPU、 今サインアップして使う形になってますが、それがもっと広くお使いいただけるようになる。あとは今年後半にもし間に合えば、TPU ポッドですね、クラスター環境も提供できるのかなと期待しております。そうすると、まあ、来年の春ぐらいにはこう事例というか、はい、成功事例みたいなのも聞こえてくるという話ですかね。そうですね、企業さんとか、はい、そうですね、大規模な事例出てくると思います。はい、はい、では佐藤さんありがとうございました。今日はですね、 Google の佐藤さんをお迎えして、TPU が開く AI の AI 活用の近未来というテーマでですね、お話を伺ってまいりました。インエビタブル TV では今後も専門家の方、素敵なゲストをですねお招きしていろいろとお話を伺ってまいりたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。佐藤さん、どうも今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。